こんにちは、柴田です。今回はギブソンファイヤーバードのレビューをやっていきたいと思います。まあファイヤーバードのレビューなんですけれども、せっかくなんでね、他のギブソンのギターとの鳴らし比べなんかもやっていきたいと思います。初見の印象といたしましては、まずねハードケースがめちゃめちゃでかい。二回りぐらいね他のよりも大きいんですけれども、最初そのでかいハードケースに入っている状態のものを持った時にはめちゃめちゃ重いと思ったんですけれども、中から取り出してみると非常に軽かったです。まあといってもね 3.7kg、 印象よりは全然軽かった。まずねそこに驚いた感じだったんですけれども、このファイヤーバードってギブソンの中でもね、まあ人気というか、このシルエット的なものだったりとかデザイン的なもの、これぞギブソンという風な感じの一本に入ると思うんですけれど、ギブソンらしくもありながらギブソンらしくもないっていうところがね、やっぱね一番魅力の一つなんじゃないかなと。特徴を見ていきましょう。まずですね、この形、ボディの形ですね。こうするとジャズマスみたいだよねっていう風なのはねよく言われてますよね。まあ、フェンダーを意識して作られたんじゃないかと言われてたりもするんですけれども、ギブソンの中では珍しい、これスルーネックなんですよ。ギブソンのセオリーというとセットネックなんですけれども、珍しいですよね。まあ、ボディが非常に大きくてね、エクスプローラーをねなんか彷彿させるような感じでもありますよね。ネックを触った時にですね、幅広な感じがしました。イメージとしてはジャクソンみたいな、若干薄めで幅広なネック、レスポールみたいに太いっていう感じではないですね。でこれはね93年のものなんですけども、バンジョーペグ、裏側にペグがついております。なので前から見るとペグが見えない状態ですね。こういう感じになっております。そしてピックアップはミニハムが2つと、これがねベーシックらしいんですよ。以前バーニーのファイヤーバードタイプをねレビューさせていただいているんですけれども、それはねハムが3つ乗っかっておりました。いろんな仕様があるみたいなんですけれども、やっぱねこれもね一度ね弾いてみたいなというふうに僕思っていたので、ナイスなタイミングで千葉管楽器に入ってくれてありがとうございます。でボディバランス的な印象なんですけれども、これね絶対ヘッド打ちしますね。 SG と同じような感じで、ちょっとこっち寄り、こっち寄り、こっち寄りな感じ。うん、スケールが長いわけじゃないんですけれども、レスポールや SG よりはなんかしなりを感じるから、その辺がこのスルーネックであったりとかネックの形の違い、そういったところからね出てきてるんじゃないかなというふうな感じがします。ではまずクリーンで鳴らします。レスポールよりは全然カラッとしてます。 SG よりはね丸いっすね。センター、いいっすね。フロント、だけじゃなくてちょっとふっくら感もある。これボディが大きいからかな、なんか鳴りがねすごく心地いい感じ。レスポールとか SG ともちょっと違う振動の着方というか、まあスルネックだからかな。ちょっと SG ね鳴らしてみましょうか。じゃあリアからいきます。こっちの方が乾いてますよね、カラッとしてる。軽さを感じます。全体的に SG の方が重心軽くて、ファイヤーバードの方が重心が低い。ローがボワッと出てるっていうよりも重心自体がこう低い感じですよね。続いてレスポールスペシャル、これね P90 なんですけれど、リアからいきます。
フロント。ファイヤーバード鳴らしましょうかね。でフロントです。あ、こっちの方が、ね、大人な感じ。これはね、結構ムーディーなのもね、しっかり合う感じですよね。ちょっとオーバードライブで歪ませてみましょう。めちゃめちゃロックも合いますよね。これフロントとかね、めっちゃ良さそう。試しにね、SG も歪みで。ズバーンといく。素直な感じで。これがね、SG の良さでしょうね。スペシャル。シンプルながらもこれぞ武骨なロックというような感じで。としては割と深みがあっていろんなジャンルに対応ができる。スルーネックで弦のしなり感が独特なんで、 SG とかレスポールスタジオよりもなんか深みがあってちょっと重心が低い感じ。ストレートのロック系だったら SG とかレスポールスタジオみたいにこのスピード感がある方がいいのかもしれないですけど、大人のダンディーな感じ、その辺はね、これでしか出せないような独特の個性みたいなものを感じますね。まあ、今ふと思ったんですけれども、まあ、これと同じ形のベース、サンダーバードが非常に人気だと思うんですけど、これと同じようにこう重心低くてやっぱローが出んのかもしれないですね。それでベーシストの人たちにはね、すごく人気があるのかも、というのが私の感想でございます。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。